皆さんこんにちは、シャルムです。今日は久しぶりにお料理をやって料理動画を投稿させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。作ったのはポテトサラダとピーマンの肉詰めです。それではご覧いただきましょう。どうぞ。はい、じゃあこれからポテトサラダを作りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずね、人参から切っていきたいと思います。さっきね、喋りながらお料理してたんですけど、動画が回ってませんでした。もうおちょこちょいなんです、私。はい、まず人参を切りたいと思います。人参の皮を剥きます。はい、でお料理をしながら皆さんの質問答えられるものがいくつか届いたので、皆様からのご質問にお答えしたいと思います。まずね、ゆきこさんからすごくいい質問いただきました。シャルムって名前の由来は何ですかっていうふうに聞かれました。でシャルムなんですけど、昔飼ってた猫の名前です。YouTube は始めなきゃいけないっていうことになって、名前をつけなきゃいけないって なってるじゃないですか、 YouTube で。名前どうしようって思って、そんな気が利いた名前が思い浮かばなかったんですよ。それで昔飼ってた猫のシャルムっていう猫飼ってたんで、シャルムってつけました。それが名前の由来ですね。はい、でゆきこさんからもう一ついい質問いただいて、節約セレブっていう言葉は誰か有名な人が言ってるのを取ったんですか、それともシャルムさんが考えた名前なんですかっていうことなんですけど、節約セレブっていうのはもう 120% 私が考えた言葉です。10年くらい前からブログを、アメブロをやってたんですよ。今もうやってませんけど、アメブロやってて、その時からブログの中でね、私は節約セレブだからこんな買い物はできないわみたいなことを言ったりとかしてたんですよ。ね、まあ節約セレブっていうのはご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、少ないお金で豊かな暮らしをするっていう、そういうことをね、モットーにしております。で、あとね、まあ筋金入りの節約家っていう意味もあります。はい、だから節約セレブと言います。節約セレブっていう言葉は私が作りました。はい、じゃあじゃがいもをね、ちょっとこれくらいの大きさ、一口大よりちょっと小さいぐらいに切ります。私ズボラなんでね、ゆで卵入れてる、ゆでお湯にじゃがいも湯がいていきます。はい、で平野よしこさんからもご質問いただいて、1日の睡眠時間は何時間ですかっていうことなんですけど、私は9時間です。夜10時ぐらいから寝て、朝の7時ぐらいに起きますね。はい、でも目覚ましはね、朝の5時ぐらいからセットしてるんですよ。で30分おきに目覚ましが鳴るようにしてます。もうね、5時ぐらいからセットしておかないとね、朝7時に起きれないんですよ。はい、で仕事は朝8時からだったり8時半からだったりする2つのパターンがあるんですけど、まあ朝はだいたい7時半から8時の間に出勤しています。はい、人参はね、いちょう切り、ちょっと細かいいちょう切りにしたいと思います。こんな感じ。
で湯がきます。はい、じゃがいもと人参とゆで卵ゆで上がりましたので、はい、よいしょっと、よしよしよし、卵を剥きたいと思います。熱い、卵が熱い。はい、じゃあ卵の殻を剥きます。料理するの久しぶりですね、ほんと。休みの日か料理できないです。はい、じゃあ卵はね、このこんな感じ、ざく切り、ざく切りにします。で、私ボウルなんていうものを持ってないので、お鍋をボウル代わりにしたいと思います。これ港の展覧会で買ったウィリアム・モリス側のミトンです。すっごく気に入ってます、これ。はい、ザーッとしてます。湯がいたのを入れて、で、これとこれこれこれ、美味しさの秘訣、ツナ缶を入れます。豆乳で、これに本当はブロッコリーも入れるようあったんですけど、ブロッコリーないので入れません。塩コショウして、で、マヨネーズで合います。マヨネーズたっぷりめ。ポテトサラダ、お、いいんじゃないですか。ちょっと味見、美味しいですね。はい、一品出来上がりましたよ。ポテトサラダ完成。思ったよりたくさんできちゃったじゃがいも2つ使っちゃったから、よしよし。はい、ポテトサラダ完成しました。ピーマンの肉詰めを作っていきたいと思います。はい、あのご質問いただきました。私の大切な視聴者様のお一人であるなおなおさんからね、星座とか血液型とか好きな色とか教えてくださいっていう風にあのいただいたんですけどね、あの私の視聴者様はね、あの視力深い方が多いんでね、あの多分ね、年齢が私ねいくつなのか気になってる方が多いと思うんですけど、聞いたら失礼かなって思ってらっしゃるんで、あの質問にはないんですけど、まあちょっと恥ずかしいんですけどね、私の生年月日を公開したいと思います。ええ、私の生年月日は1973年12月16日の48歳でございますちょっとね、年齢言うのは正直恥ずかしいんですけどね、まあ日本人って年齢気になりますよね。うん、まあ二十歳ぐらいであればね、
26歳ですとかって堂々と言えるんでしょうけど、まあ48歳なんでね、ちょっと年齢言うのは恥ずかしいんですけどね。玉ねぎ切りますよ。玉ねぎ、まあね、外国の方はね、年齢聞かれるとすごい怒る方が多いみたいなんですけどね、まあ日本人は年齢とか普通に聞いちゃいますよね。まあね、年齢から何かを情報を得るっていうのもあると思うんでね、まあ仕方ない、仕方ないっていうか、まあ別にいいかなと思うんですけど、まあね、あっという間に年取りましたね。私はね、27歳の終わりにね、ちょっと精神的な病気を患ってしまって、10年くらい自宅療養してたんですよ。それで38歳の時になって、やっと元気になったんで、働きに出るようになって、まあ、いろんなひょんなことから介護の仕事をすることになったんですけどね。生きていればいろんなことありますよね。で、だから私の星座なんですけど、12月16日生まれなんで、いて座です。あ、それで血液型は O 型です。で、兄弟はね、弟が一人います。小麦粉大さじ1、塩。塩小さじ2分の1。適当に入れます。で、黒胡椒は2つまみっていうことなんだけど、この黒胡椒も適当に入れまーす。かな。で、あ、料理酒。料理酒も入れまーす。適当に。で、いいのかな。で、あと、これを揉みまーす。はーい。ということで、フライパンを熱します。で、このピーマンの内側に、小麦粉を振るっていう風に言ってました。はい。で、ピーマンの肉詰め、肉を詰めるっていうことなんですけどね。わあ、いっぱいになった。どうしよう。料理ね、たまにやると楽しいですよね。私ね、職場でね、料理を作る当番が回ってくるんで、職場では料理作ってますよ。で、肉詰めしたところにも、小麦粉を振るって書いてありました。小麦粉振ります。で、はい、サラダ油をひいて、で、これ、えい、肉詰め、焼きます。よいしょ、蓋をします。はい、じゃあこのまま蒸し焼きにしたいと思います。はい、ちょっとひっくり返します。あ、焼けてますね。焼けてます。はい、ちょっとお酒入れて蒸し焼きにします。こんな感じかな。はい。はい、では、ピーマンの肉詰めとポテトサラダ出来上がりましたので、実食していきたいと思います。
はい、すでに私昼飲みして酔っ払ってるんですけど、あのピーマンの肉詰めとポテトサラダ実食したいと思います。あ、すっぴんでごめんなさい。ピーマンの肉詰めはポン酢でいただきたいと思います。はい、じゃあまずはね、ポテトサラダからいただきたいと思います。うん、おいしいです。ツナの味がしておいしいです。うまみがあってね、ツナのうまみがあっておいしいです。はい、でピーマンの肉詰めいきますよ。うん、まあまあかな。そんなにびっくりするほど美味しいものじゃないですよ、ピーマンの肉詰め。それよりかポテトサラダの方が美味しいです。ごちそうさまです。はい、ということでポテトサラダとピーマンの肉詰め作りました。それをご覧いただきましたけれど、まあ間に皆様からのご質問いただいたことに答えられる範囲で答えさせていただきました。もう皆さん優しいんでね、あの私が本当困るような質問をする方はいらっしゃらなかったので、はい、答えさせていただきました。本当ね、もうコメントくださる皆さん、ご視聴いただいている皆さん、本当にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。シャルムでした。